俳優の佐々木希さんが2022年1月17日、ウェディングドレス姿をインスタグラムで公開しました。ファンからは、天使すぎる。世界一可愛い。といった絶賛の声が寄せられています。佐々木さんは17日、レースをたっぷり使ったエレガントなウェディングドレスを着用した自身の写真を投稿した。 この日に放送が始まったドラマのオフショットのようだ。佐々木さんは投稿で、人生最高の日に起きた悲劇から始まるストーリーです。どんなことが起こるのか、ぜひご覧いただけると嬉しいです。などと同作を告知、監督と共演者の皆さんと共に、日々笑いを追求し、楽しく真剣に演じております。とした。また、別の投稿では、 父親役を演じる俳優遠藤健一さんと腕を組み、満面の笑みを浮かべたドレス姿のオフショットも投稿された。佐々木さんのドレス姿に、コメント欄には、毒リンゴ食べさせられるレベルの美しさ、品もあって段違いの美しさ、なんだ、このかわいい生き物、など絶賛の声が続出、投稿には18日18時時点で、 9万件を超えるいいねが寄せられています。